2児のママ、石川理香、タコの唐揚げ&肉巻きカツのボリューム満点よりご飯。何か足りなかった食卓を公開。元モーニング娘。の石川理香が13日までに自身の SNS を更新。手料理を公開した。12日のインスタグラムのストーリーズに、昨日の夜ご飯と綴り、タコの唐揚げや肉巻きチーズカツ、サラダなどが並んだボリューム満点かつ野菜もしっかり取り入れた食卓をアップした石川。朝起きて昨日何か足りなかったなって。そして思い出した、お刺身だ。出し忘れた。と明かし、賞味期限大丈夫だったから朝ごはんに私が食べましたと報告している。石川は2018年に長男、20年に次男を出産。インスタグラムのプロフィールには、やんちゃボーイズ年後の2児の母と記している。SNS ではたびたび、チャーミークッキングなどのハッシュタグをつけ、手料理を公開し、本格的なスンドゥブなどを披露。2月29日の投稿では、エビやタコなど、具材たっぷりのシーフードパスタを披露し、カフェ飯かと思った、めちゃくちゃ料理上手などと、料理の腕前が話題になった。